その投資が未来を作る。今回は SBIV シリーズについて、目論見書などには載っていない、生みの親が語る本音のところ、ちょっとご紹介してみたいと思います。昨日 SBIV シリーズの運用報告セミナーというものがありまして、こちらをですね、ちょっと視聴しておりまして、すごいいいこと言われたなと思ったんです。ポイントをかいつまんで紹介したいと思います。今回も説明していただいたのが SBI アセットマネジメント株式会社の代表取締役社長。 上本氏になります。概要欄に視聴リンク、まだ見れたらですね、貼っておきますんで、ぜひご覧になってみてください。それでは早速ですけれども、今回はこんな感じのテーマでいきたいと思います。SBIV シリーズ、もう皆さんもですね、ご存知だと思うんですが、SBIV、S&P500、SBIV、全米株式、SBIV、米国高配当株式、SBIV、全世界株式という4つがありまして、それぞれ今回は、 略して SBIVOO、SBIVTI、SBIVIM、SBIVT という形で呼ばせていただきたいと思います。前回の動画でも SBI のこの iShares シ,シリーズのマルット米国っていうのも紹介してますので、こちらの動画もよろしければご覧になってみてください。早速なんですけども、この4つの投資信託、まあ並べてみるとこんな感じになります。 同じ運用会社がやってるんで、信託報酬っていうのはもう一律0.0638%になりまして、これに ETF の経費率が上乗せされて実質的な負担という形になってきます。SBIVT が最も高く0.1338%となってきて、一番高い割にはまあ十分安いと思います。積立 NISA の対応については SBIVIM だけが対象外になっております。 これについては、この ETF のベンチマークの問題があるようです。純資産総額については、設定の差もありますけども、SBIVOO が5497億円というとんでもない額になってきております。これら4つの投資信託なんですけども、じゃあ何が違うのというのをどんどん見ていくんですが、まずは構成セクター。VOO と VTI。VT っていうのは、なんとなくですけど、セクター構成は似ております。VOO と VTI についてはもうほぼ一緒。 VT については全世界に分散投資してるっていうことで S&P500 に比べると情報技術の割合が低くなりましてその分金融とか資本財エネルギーなんてのが多くなります SBIVYM だけは構成がガラッと変わりまして金融セクターが最も高くやっぱり配当っていうところにですね重点を置いた銘柄が上位に来ております 個別銘柄ベースで見てみるとこんな感じです。まあ、これもですね、VOO と VTI ほぼ一緒です。上位は GAFAM って感じですね。VT と比べてみてもほぼ一緒です。上位銘柄全部米国になってますが、10銘柄の構成っていうのは15.4程度という風に下がっております。VYM については、他の3つとは大きく異なりまして、ジョンソンジョンソン、Johnson, JP モルガン、E&G、エクソンモービルっていう感じのですね、連続増配でよく名前を聞く銘柄が上位に来ております。 SBIV シリーズと ETF では、まあ、ETF に分配金がかかる税金を考慮してどっちが安いですかっていういわゆる投資信託か ETF か問題あとは三重課税について説明してほしいという問題とか信託報酬が今後下がる可能性はっていう、まあ、ぶっちゃけ聞きたい話っていうのがですね来てましてなかなか目論一緒だからでは読み取れないような話があったんでそこを紹介したいと思います投資信託と ETF の比較もうこれは多分基本的な話になるんですけども SBI 証券で購入した場合だと、購入時の手数料、投資信託はゼロです。ETF についても、いくつかはですね、SBI 証券も買い付け手数料無料になってるんで、VOO とか VTI、あとは VT はロ円、ロドルになってますね。信託報酬についてはさっき紹介したようなものでして、右の ETF に投資信託は0.0638%をプラスするという形になります。売却時の手数料というのが ETF にはかかってきますね。 為替手数料、住信 SBI、ネット銀行を使えばもうちょっと安くなりますね、ここ。売買価格については、これが多分 ETF と投資信託の中での ETF のメリットだと思うんですけど、やっぱり時価っていうところでいけるっていうのが魅力だと思います。最低取引単位っていうのも、いわゆる1株か100円からいけるかっていうところ。分配金再投資。これたまに勘違いされてる人もいるんですけども、ETF については、米国で10%課税。 そして国内で20.315%かかってきます。投資信託の場合、特に SBI V シリーズは分配金出してませんので、分配金に全く税金がかからないというわけではなく、20.315%はかかりませんけど、米国で10%の課税だけされて再投資されております。ここについては多分他の YouTuber の方が ETF と投資信託どっちがいいのを徹底解説動画みたいなの出してると思うんで、それ見てみてください。さて。 セミナーの中では三重課税という言葉が出てまして、僕も改めて考えたことがなかったんで、ちょっと本編とは関係ないですけど、ご紹介してみたいと思います。皆さん、今まで三重課税って考えたことありますかねまず、二重課税ってなんだっていう話なんですけども、日本に住んでる投資家の人って、基本的には税金が20%配当に対してかかりますね。これは海外の ETF に投資していた場合、どうなるかというと、まず、 アメリカの方で外国課税が10%かかり、その後国内で20%かかる。掛け合わせになるんですけど、まあ、ざっくりと30%ぐらいの税金が取られるというところです。ただ、これっていうのは、米国の企業に投資しているから10%取られているという状況なんです。例えばなんですけれども、VXUS と呼ばれる、米国以外に投資をする ETF があります。この ETF でも当然、 外国課税10%っていうものがかかってきます。そしてその後、日本の投資家は国内で20%の課税がされるんですけれども、注意していただきたいのは、この ETF っていうのは、米国以外の企業に投資してるんで、例えば中国企業に投資をしてると。そういう場合、中国で10%取られて、VXUS、米国で10%取られて、最後に日本で20%取られるという3つのですね、段階を経てる。30課税になってしまうと。 そういう質問だったんですね。で、これっていうのは実は VT にも同じことが言えます。VT ってこんな風に、欧米セクターとしては、まあ、米国が大部分、6割ぐらい占めてるんですけども、その他の企業にも投資をしております。ですんで、最初に米国以外の国で10%かかって、米国で10%かかって、最後に日本で20%かかるっていう国が、 こんなぐらい占めてるんですね。これについてどうなるんですかっていうところなんですが、ここですね、さらっとしか話されてなかったんですけれども、まあ、大部分が米国なんで二重課税になってますよ。で、一部だけ三重課税になってますということを言われてました。ただいう今現在ですね、二重課税については、 証券会社内でうまく調整されているということだったんで、僕も SBI 証券に30課税どうやってるんですかって質問してみたんですけども、詳細な現地の税制までは当社でも把握できていないということで具体的な回答はできないんですっていうことを言われてました。具体的な数字の話はできなくて申し訳ないんですけども、VT に投資している時っていうのは30課税というのがかかってるんだなっていうことだけは理解しておいてもらえればなと思いました。 VT 経由で日本に投資している分の分配金とか、20なの ?30 なのそれとも1 0なのってめっちゃ気になったんですけども、そこについても回答が得られなかったんで、もしご存知の方いたら教えてください。さ、ま、て、ここからはですね、ちょっと本題的なところ、他者との比較っていうところですね。あんまり他者とですね、バスッと違う、他者との違いを言ってくれるセミナーって少ないんですけども、今回結構踏み込んで解説してくださってました。 この SBI V シリーズっていうのはどういう思いで作られたのかっていうところも踏まえてですね、聞いていただければと思います。他社との運用比較ということで、今回はこんな風に4つの投資信託を R 社、M 社と比較してます。まあどこかね、もしわかったらコメントいただければと思うんですけども、まず一番左、全世界ですね。そして VOO、VTI、そして VYM という感じになってます。まあ僕の予想で言うとこの R はパンダのところ。 M のところは Emaxis なんとかっていうところですね。では早速ですけれども、まずは全世界株式から見てみましょう。全世界株式で今回紹介されていたのがこの3つなんですけれども、まずベンチマーク見てみると SBI と R は全く一緒になります。で、M 社だけちょっと違うんですね。M 社の方が組み入れが少なくて実質的な対象っていうところも全然違ってきます。SBI と R 社は 対象が ETF なんですけども、M 社は株式になっております。え、何が違うのっていう話は後からちょっと図で説明してみたいと思うんですけれども、投資対象の銘柄数っていうのも、M 社の方は4000銘柄と、まあ多いんですけども、SBIV などに比べると全然少なくはなってきます。実質的な投資対象の話なんですけれども、SBIV とか R 社の全世界株式インデックスっていうのは、ファミリーファンドの次に投資するのが、 ETF、バンガードトータルワールドストック ETF になってくるんですね。そしてその ETF が全世界の株式に投資をしております。一方で、例えば一例として挙げる、三菱 UFJ の EMAX Slim All Country っていうのは、マザーファンドが3つあります。で、それぞれが ETF に投資するんではなくて、それぞれの株式に投資をしているっていう特徴があるんで、 この ETF を間に挟むかどうかっていう違いが出てくるんですね。これの影響があってかどうか、この EMAX s ス r i m 全世界株式のオールカントリーっていうのは、信託報酬が安くなっているということが、まあ、知られております。あんまり他の動画とかでも言われてなかったんですけども、この ETF を挟んでるんですよっていうところを結構ですね、話されていたんで、僕らのですね、僕くらみ書さーっと見てるだけじゃわからない大きな違いが、ここのコストに現れているのかもしれません。 そしてもう一つ、SBIV、全世界株式は人気がないんですかという失礼な質問がバスッと来たんですけれども、登場したのは実は今年なんですね。生まれたてほやほやの投資信託なんですけれども、数ヶ月で70億円、めちゃくちゃ順調ですということでした。EMAXSSLIM のオールカントリーは3ヶ月で集まったのが11億円程度だったらしいんで、SBIV の全世界株式はものすごく順調に資金が集まっているようです。SBIVOO がちょっと異常なだけなんですね。 そしてもう一つ、R 社さんの変更についてどう思いますかっていう質問。これについてもズバッと質問されておりました。何のことかというと、楽天 VT、楽天全世界株式インデックスファンドって、こんな風なフローになっております。まあ、さっき紹介したやつですね。マザーファンドから、ここに、バンガードトータルワールドストック ETF、VT を挟んで、全世界に投資をしているという投資信託でした。これが最近変更になって、VT と VTI と、 VXUS という3つの ETF に投資して全世界に投資をするという追加でこの2つを足してるんですね。これによって手数料を下げようという目論みがあるというふうにですね、まあ言われておりまして、僕も動画の方でこんなふうにちょっと解説をさせていただいております。ただぶっちゃけた話、手数料をちょっと下がるためにこんなことやるの逆にこれ複雑になって嫌だよ。SBI とか結構シンプルにしてるのにって言ってる中で、 なんかもやもやしてたんですね。それについて、梅本氏が、日本のファンドがアメリカのファンドを購入するときには3%ルールってものがあるんで、もしかしたらまちょっとそれを気にされてるんじゃないかなっていうことをですね、あの、私のあくまでも推測の範疇ですけど、と言われておりました。内側の人間じゃないんで詳しく知らないんですけども、こういう割合がですね、3%超えちゃダメとか、なんかそういうのがあって、VT の割合を薄めるためにこういう変更をしたんじゃないかな的なニュアンスのことを言われておりました。 本当のところは楽天投資顧問さんに聞かないとわからないですけども、信じるか信じないかはあなた次第です。それでは続いて S&P500 行ってみましょう。S&P500 についてはこの2つ。SBI V シリーズと M 社。もうめんどくさいんで、三菱 UFJ の EMAXIS の S&P500 ですね。はい。こことの比較についてでした。これについては、やっぱり隠れコストの話が取り上げられておりました。実は、うん M 社の隠れコストを踏まえた実質コストっていうのは0.12%。一方で SBI V シリーズは0.1%ということで、まあ、実質コスト込みで、やっぱりうち安いですよということを言われておりました。ただ、一方で知っておきたい点として、これもですね、ちょっとディープなところなんですけども、SBI の投資対象は ETF、EMAX STRIM の方は、実は英国の株式に投資をしているということをお話しておりました。 さっきと同じように SBI は VOO を挟んでる EMAX SLIM の方はダイレクトに株式って感じになってます。リターンについてなんですけれども実は設定来の年率などで見てみると SBI ってちょっと負けてるんですよね0.2%ぐらいマイナスっていうとこでしょう。ただこれについて一応言われてたのは EMAX SLIM って先物を利用してるんですよと。 ここら辺、投資の違いっていうところが現れてるんで、リターンの差についてはあくまでも考え方の違いということを述べられておりました。先物って思う人もいるかもしれませんけども、改めて、目論見書などを見てみると、こちら、EMAX Slim の S&P500、組入れ資産を見てみると、こんな感じで、S、S&P500 の上位名柄と、プラスで、株価指数、先物取引っていうのが、えー、若干ですけど、組み込まれてます。 これによって実質投資比率が100%を超えることがあるということでした。ここについては三菱 UFJ 国際投資にも質問してみたところ、ファンドの資金繰りや日々のファンドの解約とかの規模、売買コスト、全部考慮した上で資産で取引するよりも先物を活用した方が有利と判断した場合に活用するそうです。一応ですね、こんな風に述べられたんですけれども、こういう先物を使ったアクティブリスクっていうのを EMAX シスリムでは取ってる。 SBI 側の主張としては、まあ、少しでもですね、インデックスを上回るという努力をしているという、まあそんなことをおっしゃられてました。インデックス投資なんですけども、インデックスを上回りたいっていう感じですかね。SBI の方はシンプル、VOO に投資をしてますと。で、残りちょっとだけ現金ありますよという感じで、高いリターンというよりはもうぐっちにひたすらインデックスに連動していこう。もうそういったところですね。EMAX Slim、米国株式 S&P500 とこの SBIVOO は、 同じ S&P500 の投資信託っていう風に見えるんですけど中でもうほんのわずかですけども投資方針に差があるっていうことをおっしゃられてましたそしてやっぱり皆さん気になりますよねさらなるコストカットできるのかぶっちゃけた話もう SBIV シリーズは最初登場した段階からゴリゴリに削ってるんでこれ以上下がる余地がないと言われておりますたださらなるコストカット最安の最安を目指すために SBI アセットマネージメントでは、この VOO のレンディング、貸し出しを行うことで、その利益で少しでもですね、コストを下げれないかということを検討中ということを言われてました。もしかするとですよ、まだわかんないですけども、SBI V シリーズ、これからまだ下がる可能性もゼロではないかもしれません。ここやってきたら楽天、 三菱 UFJ、そして証券会社で考えてもマネックス証券。これらに比べて SBI が圧倒的な1位になる日も近いんじゃないかなと思ってます。これについてはもし何か情報が入りましたらまた動画でですね、速報をお伝えしたいと思います。そして3つ目の米国高配当株式。えー、これについてはですね、VYM に投資をしているということで、R 社さんも SBI も両方一緒です。全く一緒なんで、本当違いはこのコスト。全然違いますね。 逆転が0.192%、SBI が0.1238%ということですけども、やっぱり投資家気になるのは分配金出さないんですかっていうところ。これについては、まあ、梅本さんもちょっとね、悩ましそうな感じの声で、まあ、考えてるということはおっしゃってました。けれども、もしもそもそも分配金出すんだったら、それって再投資しないっていうことですよね、と。それだったら ETF の方が効率的じゃないですか、と。 投資信託というところの魅力っていう何かっていうと、まあ10、10%だけの税金で再投資が行えるっていうところだと。まあ、そういうことだと思うんですけれども、もしも本当に分配金欲しいんだったら ETF。分配金いらなくて再投資したいっていうんだったら投資信託。そういう住み分けのもとこの V シリーズは存在してるっていう考えだったと思うんですけれども、もし皆さんがですね、それでも欲しいっていうんだったら意見をくださいみたいなことはおっしゃられてました。 V.Y.M. の構成銘柄が好きなんだけども、買い付けがちょっと高いなぁ。1万円超えるしなぁ。とかっていうので、コツコツ積み立てたいなぁ。みたいな人がいるのかなぁ。それだったら分配金出してもいいのかなぁとは思ってるんですけども、皆さん、どうですかね ?S.B.I.V.Y.M. 分配金出すバージョン欲しいですかご意見お聞かせください。そして、えー、またちょっと S.B.I.V. 全世界株式に戻るんですけども、雪だるまとの違いはということです。 ちょっと SBI アセットマネジメント内の話になっちゃうんですけれども SBI 全世界株式インデックスファンド愛称雪だるまというものがありますこれどんな投資信託かっていうとバンガードトータルストックマーケット SPDR ポートフォリオデベロップドワールド除く米国 SPDR ポートフォリオエマージングマーケットということで米国、米国を除く先進国そして新興国この3つの ETF に対して投資を行って で、全世界に分散投資をするという、そんな投資信託になっております。この、雪だるまの目的としては、安く全世界に分散投資をしたいというところになります。で、今回の SBIV、全世界株式のスキームとしては、ここがシンプルに VT になってるんですね。この3つを足して VT にしていると。これにすることで、実質、じゃあどうなってるんだっていう対比なんですけれども、雪だるまの方が、 この3つにうまく分散することで、実は年間の信託報酬ってのがちょっと安いんですね。0.1102。一方で、SBIV 全世界株式ってのは0.1338%。じゃあぶっちゃけ雪だるまの方がいいじゃんっていう人いるかもしれませんけれども、これ楽天のケースを思い出していただきたいんですね。シンプルな SBIV 全世界株式みたいに楽天 VT に ETF をいくつか追加しちゃった時に結構投資家の人って あの、シンプルなやつが良かったのにっていう声がですね、ツイッターでも多かったんですね。つまり、どういうことかっていうと、雪だるまみたいに徹底的に安くするっていうのが、まあ当然好きな人もいると思うんですけども、逆に、こっちの SBIV、全世界株式みたいに、シンプルに VT1 本、これに投資をするっていうスタイルが好きな人も投資家の中にはやっぱりいるんです。こういった、 安さを追求するか、それともシンプルに世界を買っていく。こっちのスタイルが好きかっていうことでですね、まあ選べるようになってると。今の SBIV 全世界株式の資産の増え方とか、この前の楽天の変更のコメントを見てる限りだと、結構こっちを求めてる人って多いんじゃないかなと思っております。皆さんどうですかねコミック30巻まで出てるやつを5巻ずつ買っていくとか、もうまとめて30冊ガーンと買うか。 ちょっと1000円高いぐらいだったらもう30冊まとめて買ってやるよっていう人結構多いと思うんですけどもそれに近い心境なんかなと思って聞いておりました確かにこっちの方安いのわかるんですけれどもシンプルさって時に大事ですよねその他 SBI V シリーズについてこんな質問が以下のファンドを拡充する予定は VIG VGT 米国債券新興国リートナスダックレバナス全世界株 金価格連動、分配金を出すファンド。全部について触れられたわけではないんですけど、まず、この V シリーズ、拡充予定についてはありということで言われてました。今後もどんどんいいのを出してくれることを期待しましょう。ナスタック指数とか、レバナス、SBIV、レバレッジナスタック100なんてね、出たら多分業界がすんごいざわつくと思うんですけども、あくまでも V シリーズってのは、バンガード社の ETF。これに投資をするっていうことなんですが、 バンガード社ナスタック指数とか、レバレッジ商品っていうのはないので、現状は V シリーズでは特に考えてないということでした。もしかするとなんですけど、例えば、ディレクション差をうまく巻き込んで、SBI D シリーズみたいなね、そんなのが出てくる日が来ると面白いですね。ただ、ちなみにおっしゃられたのは、やっぱり最有力は VIG ということでした。10年連続増配 ETF。ただ、これ、 投資信託になった時にですね、VYM と同じで分配金出ないんじゃないかなと僕ちょっと思っております。そうなってくると出た後また投資家からね、ブー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 と意見が出てくる可能性もあるので、この VIG の誕生については、SBI VYM の分配金ありを試しに出してみて、それの市場からの評価、そこを見てからでもいいんじゃないかなと思っております。皆さん、SBI VIG 出るなら分配金欲しいですかそれとも再投資型だけでよろしいでしょうか ま、すごく今回かいつまんで紹介したんですけども、内容としては他社との比較とか投資信託の本当に細かい違いっていうのを丁寧に説明してくださってて、単ブロガーとか YouTuber がもうほぼ同じようだよって言ってる中で、本当はこう違うんだよっていう生みの親からの声っていうのが聞けて、すごく勉強になったものでした。今回の内容を簡単にまとめちゃいますと、やっぱり SBIV シリーズは低コストを意識、徹底的に安くしていく、さらに今後、 もしかするとですけども、ETF の貸し出しサービスなどを使って、さらなるコスト低下を狙ってくるかもしれません。そして、他の投資信託と違って、ぐっちょくに ETF に連動することを目指している。シンプルさ。そこがこの SBIV シリーズの魅力。似たような商品とかって結構あるんですけども、実は目論見書細かく見るとマイナーな違いや運用会社の考えっていうのが盛り込まれている。そういうところがあるようです。こういったところはセミナーでしか聞けないですね。本当に僕も貴重な経験だったなと思っております。 そして今後も SBIV シリーズどんどん出してくるっていうことなんで皆さん楽しみにしておきましょうということで今回は SBI アセットマネジメント代表取締役社長梅本社長セミナー内容の簡単な要約そして SBIV シリーズの実話のお話でした今後も SBIV シリーズとか様々な投資信託の話紹介していきたいと思いますので投資信託大好きな方ぜひチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いいたします それではまた次回の動画で会いましょう。ご清聴ありがとうございました。